近寄らないで、この人殺し。え、どういうこと？急に人殺しって、人殺しって言えたな。はい、まだ落ち込んでるっけ？落ち込むよ。落ち込まないわけないじゃない。ですよね。人殺しって何？一体あの子は何の話をしているのかな。泣かないでコメットちゃん、ちょっと気分転換に出かけるきゅ。ほら、この前取ってきた岩塩がそろそろなくなるきゅよ、うん。そうしよっか。落ち込まないで、せっかく可愛い顔が台無しよ。ひひひ。やっぱりな、結果だよ。そう。あいつが来ていたってことは、そんな気はしていたけど。しかしすごい濃度だよ、ひひ。何が湧き水よ。本当にバカだわ。怖いんだけど、何があるの？あ、で、これで、はい、出発しまーす。はい、出発。行くよ。よし、ここはいつ来ても綺麗だね。ジメジメは治ったっていうか、少しだけね。さあ、岩塩を取りに行くきゅうよ。うん。いやー、素直で可愛らしい。よし、じゃあ、え、なに？え、ちょっと、なに？ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、今さ。今なんか、変なの起きなかった？ちょっとこれホラーじゃないよね？ホラーなの？ホラーですか？よし、イベント。もうちゃんとたどり着いたわ。よかった。うん、こんなもんかな。さあ、帰って新しいチョコでも作るキュー。俺っちはケーキにするのがいいと思うキュー。それはキュータが食べたいだけでしょ？そう、そんなことないキュー。なんかすごい勢いできた。あ、あの時の！アリスって言うんだ。やっぱり何もかもわからなくなってしまったんだ。え？この役中のクソ親父が！ちょっと待ってよ、役中のクソ親父って何？まさかの展開すぎるんだが。え？いやいや、え？はこっちのセリフだわ。何言ってるの？私が、ちょっと、何このおじさん、急にやってきたんだが、おじさんだって言うの？ちょっと待って、コメントちゃん、どこ行ったの？ちょっと待って、やめてやめて。もう、いい加減にしないと、私怒っちゃうんだからね。そうだ、ちょっとやめ、なんだか、変なやつ、急ね。コメント、さっさと帰るっけ。さっきから何と喋ってるの？やだー、気持ち悪いね。本当に気持ち悪い。さっさと死んで、私はママとパパと3人の家族だった。ある日、ママは病気で倒れた。ずっとずっと何年も眠りながら苦しんでいた。パパはママから目を背けた。楽な方、楽な方へ逃げる卑怯な大人だった。ついに薬に手を出し、何もかもから逃げ出した。そしてママは死んだ。パパがあんなことになってしまったのを知らないまま行けたのは良かったと思う。何があったの？ねえねえお姉ちゃん、コメットお腹空いちゃったよ。やばい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 、もう声も嫌なんだが、どうしよう。どうしちゃったのこれ、何？嘘。あ、教会前広場にね、パンケーキのお店ができたんだって。
一緒に行って分けっこしようよ。うるさい。あんたがもっとしっかりしていれば、ママはこんなことにはならなかった。この人殺し、人殺し、早く消えろ。やばい、これグレるわ。これはグレるわ。怖かった。変なやつキュー、危ないキュー、コメット早く帰るキュー。やばうん、やばいよ、どうしよう、頭抱え始めちゃった、どうしよう。トラウマすぎるんだが。モンスターがいるキュー、コメット気をつけるキューよ。一人二役やってるよ。うん、ちょっと衝撃すぎる。麻薬結晶。あー、で今度こっちの子になるんだ。うっそー、衝撃なんだけど、衝撃展開すぎるんだけど。はい、うわー、ノウサギ。そう、ノウサギがモンスターにでも見えるってこと。今はノウサギだけど、人間がモンスターに見え始めたら。ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃ可愛いとか言ってたのに。最初の子だけは倒してないから大丈夫だよ。あ、セーブできるんだ。いや、うん、そうだね、ちょっと衝撃的すぎてセーブ忘れてたわ。いや、これちょっとさ、やばいわこれ。あー、パパ、どうしよう、行き止まりだよ。やばい、ちょっとお父さんやめてほしい。キャッ、モンスターだよキューだ、どうしよう。やっつけるしかないキュー。そうだね。やばい、やばい。あ、あ、そういう感じか。いや、やっつけちゃダメでしょ。いや、これだって自分の、自分の娘なのにやっつけなきゃいけないの。これ逃げる押してもさ、押せないんだけど。嘘。何スキルって。やったー、ナイフでのめっちゃ刺し。いや、これはないでしょ、まずこれはない。で、魔法はないんだ。攻撃いくか。いや、これちょっと待って、アイテム何やった。麻薬がある。HP を500ポイント回復する通称パチョコ、パパン大根。やばい、やばいよ、普通に使ってたし。あー、やばいね。あ、やばい、死ぬ、これ死ぬわ。いや、もう一回いける。いや、もう一回多分ちょっとダメだから。これでも、いや、でもここは使っといた方がいい。で、攻撃するでしょ。これ攻撃したくないんだけど。いや、やばい。アイテムでしょ。こっち側になりたくない。麻薬、ちょっと麻薬使っちゃダメでしょ、ちょっと危ないよ。やばい、強い。アイテム、いやー怖い。もう一回いくか。もう一回いける。衝撃すぎるわ、ちょっとこのパパ。コメットちゃんだったでしょ。コメットちゃん、ちょっと私のコメットちゃん返してほしいんだけど。ちょっとどこ行っちゃったの。あー、やばい、あー死んだわ。いや、でも意外とこれが良い結果に生むのか。ヒヒヒヒ、お父さん殺しちゃったんだね。仕方ないでしょ、娘の私のことまでわからなくなってめった刺しにしようとしたんだから。ヒヒヒ、そうそう、例の麻薬成分の結晶がある洞窟と麻薬製造工場の水たまり全部燃やしてきたよ。ヒヒヒ、そう、それはそれでなんかな。お父さんの亡骸も一緒に燃えちゃったよ。よかったの。ヒヒヒ。
西にアヘン窟があるらしいんだけど、今度はそこを潰そうと思うの。はいはい、仰せのままに。いやでもこれはこれこれはちょっとどう、私ちょっとと、はあ、暇だな。あ、そういうこと。コメットの店はいつもカンコドリが鳴いているきゅね。私の作るチョコレートそんなに美味しくないのかな。まあぶっちゃけすごく美味しくはないきゅ。へえ、そんな。バレンタインも近いことだし、一応素材にこだわってみようぜきゅ。素材？北の光水晶の洞窟にとびっきりうまい岩塩があるみたいだぜきゅ。え、塩？隠し味きゅ。塩っ気で甘さを引き締めるきゅよ。ふーん、なるほどね。じゃあ、行ってみよっか。やばい、やばい。トラウマすぎる、トラウマすぎるよ。マジか。なるほど。これは何？ハッピーエンドなのかな？バッドエンドなのかな？気持ち的には。いや、でもなんか、ちょっと気持ちの整理がつかないんだけど、あそこでセーブしたからもう一回ちょっとあそこからやって、死なないルートをやろうかな。いや結構サクサクっとできたね、ここまで。おしまい。虫目が来たぞ。キャッ、モンスターの欲求だ。どうしよう。やっつけるしかないっていう。そうだね、頑張る。これはもう一回いけるでしょ。もう一回いける。ここでちょっともうやばいから、あ、味方指数もあるんで、あーやばい、あーいったいった。で、スキルがもう最後。あなた娘さんですよ、ちょっと何やってんのよ。いやーやばい。いやもうこれは普通にスキルで。いやいやごめんごめん、マジごめん。あ、娘倒したくないけど。まずマジやばい。あ、来た来た。あ、そういう感じか。ごめん。いやーもう一回。あれなんか。いやーいけるかな。いやでも、あーでもまだ早いか。あーまずいか。はい、入った。で、アイテムでスキルで優しい。もう一回。あーまだいけるか。いけるね。おお。娘よ。笑い方やばくない？おお、あ、そういう感じなんだ。うわー、はいはい、救われ、いやー、はい。いや、これはね、倒さない方が、
普通のエンドっていうかね、倒しちゃった方がバッドエンドって感じかな。いやー、でもこれはすごい衝撃的だったわ。でもなんかサクッとやって、なんかすごい衝撃っていう感じのゲームにはすごいいい感じだなって思ったかな。いやーすごかった、いやーすごかった。もうなんか見た目の良さ、女の子の可愛さにちょっと釣られてやったんだけど、もうほんとやられちゃったわ。もうこの作った人にまんまと騙されてって言うと言い方失礼かなと。興味のある方また皆さんやってみて、あーぜひそのね、周りの人にもねちょっとおすすめしてみてください。ではですね、今日の実況はここまでにしたいと思います。ここまでご覧いただいてありがとうございました。菅の子でした。開発室、じゃあまず感想を選んでよ。コメットちゃんを信じたい。その顔が見たかった。プレイしてくれてありがとう。どん底に落とすために前半はあえてめちゃくちゃ可愛く作ってみたよ。どん底、いやーもうめっちゃ落とされたわ。パパの立ち絵を描いてくれたヌプリュウさん、最後までエロゲーだと勘違いしてエロ立ち絵差分まで描いてくれました。本当にありがとうございます。こんなおぞましいものは外付けのハードディスクの奥底へ封印します。前からずっと作りたかったんだ。自分を美少女だと思い込んでいるおっさんのゲーム。とにかく、遊んでくれてありがとう。そして声優さんたちごめんなさい。じゃあまたね。いや、これはすごかったね。衝撃がすごかったわー。